ミフリントリでの弊社、コンスティチューション号アメリカ国外の歴史登録罪、第1号は、タンジェの在モロッコアメリカ公使館、ナバホネーションが首都機能を置くアリゾナ州、ウィンドウロック。キャッツキル山地の麓に位置するリゾートホテルのモハンクマウンテンハウス。1895年から1916年に、ここで協議された国際仲裁裁判は、 常設仲裁裁判所設立の基盤となった。法律の施行された1963年の NHL 登録表。対象はアカデミー・オブ・ミュージックである。シカゴ商品取引所ビル。所在地ばかりかアメリカを象徴する建造物。アメリカ合衆国国定歴史建造物はアメリカ合衆国の文化遺産保護制度の一つ。アメリカ合衆国内務省長官が 歴史的に価値のある建造物や外区、地点、物体もしくは構造物などを指定するものである。アメリカ合衆国国定歴史建造物は、アメリカ合衆国連邦政府により、国家レベルで歴史的に意義のあるものと公式に認識されている、建築物、場所、構造物、または物体を言う。9万件以上のアメリカ合衆国国家、歴史登録罪と重複していない NHL は、 約2500件に止まる。NHL と類似する認定歴史地区をアメリカ合衆国国定歴史建造物地区という。この地区には建築物、場所、構造物、または物体の貢献的財産と非貢献的財産を含む。登録にあたり貢献的財産を区別する場合としない場合がある。歴史地区法が議会で可決する以前は、 国家が指定すべき価値のある文化遺産の保護をアメリカ合衆国議会が担当し断続的に取り組んでいた。1935年に議会で同法が成立すると内務長官に権限を与え歴史遺産の公的記録と整理を呼び国家の歴史にとって意義があるものの指定を許可し歴史的に重要な連邦所有財産の管理は国立公園局に割り当てた。その後 数十年にわたり史跡調査などの事業により、アメリカの歴史的建造物調査を行って、文化的あるいは建築史的に特徴のある文化財を選別してきた。この法制により登録された文化財は国定史跡に指定されたが、1935年12月20日指定の第1号はミズーリ州セントルイスにある国定記念物の ジェファーソン・ナショナル・エクスパンション・メモリアルである。また、国定史跡の第1号は1938年3月17日に、セーラム・開示国定史跡が指定された。法制による調査データの管轄がアメリカ合衆国国立公園局に関された1960年10月9日から、国定史跡制定事業がさらに正式な手続きを踏むようになる。 やがてその事業の一部として1966年10月9日にはアメリカ合衆国国家歴史登録罪の選出基準と指定手続きが正式に発行内務長官フレッド・シートンにより即日92カ所が指定されたこの最初期の指定対象にはアイオワ州スーシティのルイス・クラーク探検隊のフロイド隊員の埋葬地など政治的な配慮が反映しており 登録日は同年6月30日だが様々な理由により数件の NHL 登録は遅れて公表されている。いずれにしても登録により地域行政の文化財保護条例に影響を与えるため1980年には登録手順を改定し所有者の同意を得ることが義務化された。内務長官による指定の条件は以下の通り。現在では 全米50州とワシントン DC で約2500カ所長が指定を受け NHL 全体の4分の1が3つの州に集中している。さらにそのうちの3都市にある NHL の合計は40州の総計を上回る。バージニア州とカリフォルニア州、さらには全米50州中最もっとも NHL が集中するペンシルバニア州、マサチューセッツ州とニューヨーク州では それぞれの登録総数がニューヨーク市単独の登録件数を下回る。あるいはワシントン DC の NHL 登録件数は74件である。その他にアメリカの海外領土やコモンウェルス、名約国あるいは外国にも国外登録罪があり、プエルトリコとバージン諸島及びその他のコモンウェルスに合計15件、また名約国としてミクロネシア他に5件、 モロッコに1件である。また、NHL に登録された船舶と沈船は100件以上に上る。国定歴史建造物のおよそ半数は民間の所有である。新規制定には、国立公園局の資産に追うところが大きく、また同局により制定されたランドマークの保護管理が行われる。民間の任意団体、ナショナルヒストリック・ランドマーク・ストアーズ・アソシエーションには、 制定物件の所有者や知人が加盟し、NHL の保全や補修、保護を呼びかけている。事前に登録罪ではなかった、国定歴史建造物は指定と同時に、アメリカ合衆国国家歴史登録罪へも登録される。歴史建造物指定をきっかけに記載された登録罪は全体のおよそ3%を占める。ありがとうございます。